坂巻静香は日本の法学者。学位は博士。静岡県立大学国際関係学部准教授。大学院国際関係学研究科准教授。東京大学グローバル COE 特任研究員。静岡県立大学国際関係学部講師などを歴任した。東京大学に入学し、法学部にて学んだ。2002年3月、東京大学を卒業した。 その後、東京大学の大学院に進学し、法学政治学研究科の総合法制専攻にて学んだ。2009年3月、東京大学の大学院における博士課程を単位取得満期退学した。なお、在学中に執筆した博士論文、雇用に関する国家の裁判権免除により、翌年になって東京大学より博士の学位を授与されている。 なお、その際の論文審査員は、荒木久し、中谷和弘、岩沢雄二、白石忠し、高見沢美学であり、荒木が主査を務めた。また、学位の授与に際しては特別優秀賞も合わせて贈られている。2015年9月15日、日本の海洋安全保障と国際法の出席者と大学院を単位取得満期退学してからは、2009年4月から、 同年9月にかけて母校である東京大学にてグローバル COE 特任研究員を務めた。同年10月、静岡県立大学に転じ、国際関係学部にて講師に就任した。なお、大学院においては国際関係学研究科の講師も兼務した。どちらの講師も2017年9月まで務めた。同年10月、静岡県立大学にて 国際関係学部の准教授に承認した。国際関係学部においては、主として国際関係学科の講義を担当した。なお、大学院においては、国際関係学研究科の准教授も兼務した。国際関係学研究科においては、主として国際関係学専攻の講義を担当した。専門は法学であり、特に国際法に関する分野の研究に従事していた。 具体的には、国際法上の免除や海洋法などを研究していた。また、2019年度の教員活動評価にて、特に高く評価され、2020年に、静岡県立大学学長表彰を受けた。学術団体としては、国際法学会、国際法協会日本支部、世界法学会、日本海洋政策学会、などに所属した。 2015年9月15日、日本の海洋安全保障と国際法にて、同志社大学法学部教授、坂本茂樹と2015年9月16日、日本の海洋安全保障と国際法の出席者と、ありがとうございます。